ホーム上の津軽海峡線開業記念碑、太宰治津軽の一節が刻まれている蟹田駅は青森県東津軽郡外ヶ浜町技場蟹田にある東日本旅客鉄道津軽線の駅である。事務官コードは212,510。当駅は津軽線の単独駅であり、津軽線と北海道旅客鉄道海峡線の分岐駅は隣の中小国駅である。 しかし、海峡線を経由する旅客列車は当初から中小国駅を通過していたため、特急、白鳥、スーパー白鳥が全て停車する当駅が実質的な分岐駅となっていた。このため、当駅で JR 東日本と JR 北海道の乗務員の交代が行われており、寝台特急も一時期は当駅で車掌の交代が行われていた。また、 貨物列車も行き、違いのため、当駅に運転停車することがある。だが、2016年3月26日の北海道新幹線開業に伴い、海峡線の設備や運行システムが更新され、在来線専用の電車、電気機関車は走行できなくなり、青函トンネルを経由する定期旅客列車は、海峡線からすべて北海道新幹線に移行し、当駅には、 乗り入れなくなった。2002年12月1日のダイヤ改正で、快速、海峡が廃止され、以降2016年3月の在来線定期旅客列車の設定終了に至るまで、海峡線を通過する普通列車は設定されなかった。このため、当駅来な内駅間の各駅で、特急、白鳥、スーパー白鳥の普通車自由席に乗車する場合は、 特急料金が不要となる特例が設けられていた。また、海峡線方面と津軽線、民間屋方面乗り換え相互の場合、運賃は当駅改札を出ない限り、中小国駅乗り換えで計算する区間外乗車の特例がそれぞれ設けられていた。これらの理由から、北海道側の木子内駅同様、青春18切符利用者の当駅での乗り換えが多かった。 北海道新幹線開業後、当駅から北海道方面へ行く場合は、津軽二股駅、新幹線を靴軽いま別駅が乗り換え駅となる。津軽線の定期普通列車は、午後の上下各一本が軌動車で全線、直通運転する以外は当駅にて、運転系統が分断されている。青森方面は、電車、民間屋方面は、 機動車が当駅でそれぞれ折り返し運転を行う。津軽線と海峡線と江差線と函館本線は、旅客案内上、津軽海峡線という愛称が使用され、在来線定期旅客列車の設定終了に至るまで、海峡線とは案内されることはなかった。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線を有する地上駅。互いのホームは、 小選挙で連絡している。ホームの有効長は8両。このほか留置線が一線あり、青森方へ一旦引き上げてから入る形となっている。青森駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。直営駅時代は、管理駅で中沢駅大川平駅間の各駅を管理していた。 駅舎は木造平屋建てで緑の窓口、自動券売機と駅スタンプも設置されている。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は143人である。近年の推移は以下の通りである。駅前通りの県道238号、蟹タ停車場線駐車区出店。ありがとうございます。